2018年2月の23日、18時52分です。よろしく。アイワードツー、剣謀。アイワードツー、いらっしゃい。おいちゃん、お疲れ。こんばんは。ハートありがとう、ハルさん。ハートありがとう。あー、すげえ痛い。頭痛いよ。イライラする。気分悪いも。焼肉配信？外配信の機材ないから無理だね。焼肉配信できないよ。メガホンありがとう。モグゴリあんまり行きたくないけどね。でも用意してくれてるだろうし、便所さん。ちょっと気分じゃないけど行くわ、とりあえず。9時にはとりあえず行く。今日寒いな。あ、リスパダール合わなかったんだ。あ、じゃあ薬変えた方がいいかもね、お医者さん相談してね。俺はリスパダールあったけどね、自分の体に。リスパダールやめたんだ。でもね、リスパダールはね、舌がもつれるんだよね。ろれつが回らなくなっていって。それがね、怖かったから、薬、嫌だなと思って。どん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 舌が回んなくなっていくんだよね。リスパダールは特に舌がね、ビリビリ痺れる感じがあって。あ、これ、ずっと使ってたら喋れなくなるなっていうのは、思ってたかな。今日寒いな。あ、そう。あ、じゃあ、リスパダールが原因だったのかもね。ろれつが回んなかったのは。うん、じゃあ、合わなかったんだよ、薬が。リスパダールは舌に来るよ。ろれつ回んなくなる。よかった、よかった。足腰もね、体が。まあね、年取るっていうことはそういうことだからさ、俺はまだ足腰まだ動くからあれだけど、俺もね、いつか足も弱って歩けなくなってって、年を取るってそういうことだもんな。だって、いっちゃん若い時は動けてたんでしょ？俺にも来るんだよ、いつか。
まあでもね、ゆっくりでも少しでも体を動かせるとき動かさないとね、どんどん悪くなる一方だからね、使わないとね。ああ、リスパが原因だったんだ。あ、じゃあ体調良くなったんならよかったよ、よかったよ。気だるい感じになるんでしょう。静寂するっていうか。リスパダールは、過剰になってる時に、こう、感情が高ぶってる時に抑える薬だから、気だるい感じでしょ。俺はそうだったよ。ろれつが回んなくなるっていうか、舌が痺れてボケーっとするっていうか。俺は頓服ね。リスパを飲んだ時は。安静作用があるから。ぼーっとしちゃうんだと思うよ。おい、こんにちは。りんちゃんいらっしゃい。はい、こんばんは、花火さん。ドレさん大丈夫かどうか、人のこと心配してる余裕なんか俺にはないよ。まあ薬はね、副作用気をつけないとね。だから精神薬に関しては俺は麻薬と一緒だと思ってるから、あんまり嫌だな、自分では。花火さん、メガホン10個ありがとう。こんばんは、みっこさん。風船ありがとう。こんばんは。ああ、りんちゃん、バーガー5個ありがとう。アイテムありがとう。体調悪いね。体調と気分があんまり良くないね。ドレさんが薬でラリってるかどうかは分かんないよ。あ、アミンメガホンありがとう。アミンありがとうね。こんばんは。どう、調子は。アミン。お酒は飲めるけれども、お酒自体があんまり好きじゃないのね。俺はだから飲む人はかなり選ぶかもしんない。お酒自体弱くはないんだけど、酒、酔っ払いも大嫌いだし、酒自体もあんまり好きじゃないから、飲む人と飲む環境とか場所とかはすごい気をつける方かもね。祝いの席とかは飲むけど、あんまり、お酒を常に飲んでる人あんまり好きじゃないんだ。なんかこう頭の中にもやがかかってるみたいで、今すごいあれだ、ダメだ。あ、インフルエンザかかったんだ。そっかそっか。治った。寒いな。いや、すっごい寒い。頭の中がもやもやしててすごい嫌だ。風かな。
くしゃみいっぱいしてたし。ああ、今日くしゃみしてたね。風邪ひいたのかな。頭ぼーっとするし、あくび出るし。今日冷えてる？暖房強くできる、のんちゃん。すげえ寒い、今日。うん。今日寒いね。メガホンありがとう。池袋ってどうやって行くんだ。この1年で急激に来た何が？お、大丈夫。大丈夫っつうか、なんか頭痛いね。もぐごりって場所どこにあんだ？行ったことないんだよな。なんか分かりづれえところにあんな。どうしよう。え、のんちゃん一緒に行かない？俺電波がないからここまで行けないっぽいよ。じゃあのんちゃんの貸してあげようか。携帯？うん。サクッと一杯だけ飲んで帰るからさ、本当に10分ぐらいさ、どっかでご飯食べて帰ろうよ。なんかもう調子悪い俺。あんまり動けないか。あ、体調が良くないんだ。キャンセル、いや、俺から言い出したからね、ポスター欲しいって。じゃあ、もぐごりまで取りに来てって。ちょ、悪いじゃん。俺から言い出したことだから。いや、薬持ってないんだよね、今。私、いいんだよ。頭が全然回らない。あったかいもの食べたいんだけどね、のりこと。酒はね、嫌だ。こういう時、俺は酒飲まないよ。はい。
体温計どこだっけ？向こうかな。どっか行ったね、体温計。いや、寝たよ。大丈夫だよ。寝た寝た。いや、もうなんかさ、バカみたいに暗示コメント書かれてさ、もう、イラ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 するし。いや、多分精神的に参ったんだよ。精神的に。日本人って弱い者いじめ大好きだよな、ほんと。アセドアミノフェン。アセドアミノフェンってどこにあるんだろう。狐見境なく来ますから。狐見境なく来るとかね、じゃなくて、なんか、なんつうんだろうな。俺ね、弱い者いじめとかさ、その、集団心理とか、大っ嫌いなんだよ。そう。嫌いなんだよね。イライラすんだよね。ああいうゴミみてえな言葉。あ、ワドツー。あいつら絶対不幸になると思う。だから人の悪口書そうくそうんだそよ。う、そう、そうなんだよ。不幸な人なんだよ。そう、関わりたくないんだよね。そう、面と向かって言えない弱いやつ。かわいそうだよ。地獄絵図だよね、地獄絵図。ああ、もうさすがに気分悪いよ。頭がもうモヤ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 する、本当に。いや、なんか、うさばらしたいんだろうね。溜まってるんでしょう、なんか。なんだか俺にはわかんないけど。俺にぶつけられてもね。ひどいことどころじゃないよ、もう。4時間ずっと悪口だよ、もう。喋んなかったもん、一言も。ひどいとかいうレベルじゃないよ、もう。便所の落書きだよ、便所の落書き。何なんだろうね。いや、全く理解できないから俺はよくわかんねえな。逆に聞きたいぐらいだよ。そうだね。バランス考えないとね。中学生のいじめっつうかなんか、なんか見てて悲しくなるっつうかさ、なんか、なんだろう、どんな生き方したらこういう生き方になるんだろうみたいな。
プッシュ法って何？プッシュ法が分かんない。アフワッチで配信やめたんだ、アーミー。引退したんだ。ディスり殺すわ。あったかいうどん嫌いなんだよな、俺。ありがとう。ミノムシさん、花火ありがとう。いや、花火バブルは崩壊したね。花火バブルは昨日崩壊したね。まあ、しょうがないでしょ。いやー、俺はその愛情表現いらないかな。正直。コメントね、別に連打とかは別にどうでもいいのよ。ほら、もう俺のことを何かとかじゃなくて、本人がご病気を抱えてたりするパターンなの分かるじゃん。2時間も3時間も同じコメントずっと言ってる。それはもう、なんつうの とそういうことを言ってるんじゃないのよ。そういう感じじゃない。なんかもっと根の深い人間の嫌なところをずっと見せられてる感じがして。嫌だね。おお、さやちゃんいらっしゃい。俺は嫌いだ、ああいうの。ああ、そっか、池袋のどこだっけな。で、まあ、たちが悪いのは、多分そういう人は本人は気づいてないんだよね。悲しいことに。ああ、もうグゴリ行きたくねえ。どうしよう。マジで頭がモヤモヤする。今からもぐごり、夜の9時オープンだからもぐごり、ちょっとだけ行く。ああ、ありがとう。もち、花火ありがとう。やなラッキーいらっしゃい。もぐごり行こうと思ってるよ。30分、30分。まあまあ、オープンだから誰もいないだろうから。まあ、誰かに絡まれて少し飲みませんかって言われたら飲もうとは思うけど。9時に行く予定。ああ、行ってらっしゃい。カルンありがとう。薬代代わり。カルンありがとう、花火。バタフライテール、こんばんは。ありがとういや、レアっつうか、多分、レアっつうか、初めて行くからね。初めてだからね。準備しねえと。まあ、9時に行く予定だから、リア突する人は9時にいたら、いますよ。すぐ帰るけどね、誰もいなかったら。のんちゃんも行かないもん、ここに。え？ダメ？なんでダメなの？動けない。動けない。よいしょ。紙セットしてくるわ。
痛い、体痛い、手が痛い。ああ、何もやりたくない。痛いです。エルビーの枠にカオスがコメントした。エルビーって誰？エルビーが誰かわかんない。誰エルビーって。エルビー、うわー、メガホン300個もありがとう。サンキュー、さやちゃん。ハートありがとう。うん、まだ出ないよ。9時に潜ごりだから。ウェット系のワックスっつうか、俺はジェルだね。ジェル、いつも。リハドしたかった。ジェルが好きなの。バッてオールバックにしてたんだけど。ゴーパッチョさんいらっしゃい。どうしたんペコ。ピコンピコンピコンじゃない。カイホいらっしゃい。ピコ、お前が俺によ配信が終わり方良くなかったとかよく口出せるな。お前がいつ俺の配信に口出せる立場になったんだよ。カイホ、あとありがとう。そういうとこだよ。ついに診断書は出た。もう働けない毎日で鬱でしかない。和道の放送しか見るものがない。ちょっとごめん、よくわかんねえわ。働きたいんだったら働けるでしょ。別に医者が働くなって言ってもそれ医者の判断だから、働きゃいいと思うよ。働きてんだったら自由だよ、そんなの。
もうおじさんでハゲてるけどね おじさんでハゲてるけど、似合うだろハゲ、デコッパゲ似合うでしょ、韓国人なんだ。まあまあ働きた働かない。好きにすりゃいいんじゃないの、自分の人生だから。ハゲ似合うやつは勝ち組、ハゲてる時点で負け組なんじゃないの ハゲないのが一番の勝ち組でしょ、デコッパゲだから。デコッパゲ、赤入ってるよ。そう。おすすめの役所とかは特にないけど。いや、っていうか、ハゲるでしょ。変にハゲるでしょ。いや、年相応にハゲるもんだと思ってるけどな。あ、オールバックはハゲ進行するかもね。これオールバックじゃないからね、ちなみに。オールバックじゃなくてここまでデコッパゲだから。オールバックにしてないっすよ、僕。まだあった。先が。じいちゃん、親父方のじいさんは真っ白になってたね。母方のおじいちゃんの遺伝だろうな、これは、デコッパゲは。この辺まであったのにな、この辺まで。そうそう、遺伝。上から、後頭部から来るのはストレスね、あれは。おでこが上がり続けるのは遺伝だから、もう止めようがない。DNA だから。ちょっと増やそうか ちょっと増やそう、下ろして。こうなるとみっともないね、やっぱり。デコは出さないとね。ん？俺？今、さっきでしょ？だからそうなんだよ。ハゲは隠すとみっともないんだよ。ハゲは出すんだよ。いや、出してる方がいいよ。ハゲてますけど何かって。何かって。問題ありますって。
今日行くよ。もぐもりって生放送やってんだっけ？あそこって。今熱あんだ。いや、髪型変えたわけじゃないよ、かなぽん。今からもぐもりに行くからセットしただけ。ツイキャスでやってんだ。ねえ、彼を言ったって言ってたよね、ドルさんの時。すぐ帰るけどね。誰からも絡まれなかったら。絡まれて面白い人がいたら、ちょっと相席するかもしれないけど。わかんない。今日誰なんだろう、モグゴリは。アイコ？あ、速攻帰るわ。速攻帰るわ。風っつうかね、もうさっきのアンチコメントバカバカしくてもう嫌になっちゃってさ。全然面白くないんだもん。あ、アンコールいらっしゃい。どう、調子は。なんだよ、みんなインフルで死んでんじゃん。俺は外に出てねえからインフルエンザとかかかんないでしょ。外に。電車に乗るから。ハイホーも熱があるって言って アンコロさんも やばいな。髪型変えたわけじゃないよ。今日はセットしてるだけ。ジェル塗ってるだけ。インフル多いね。流行ってる。流行ってる？今。インフルエンザすごい流行ってる。腹減ったな。パイの実ちょうだい。多分低血糖になってるんだと思う。ありがとう。サンキュー。なんでパイの実なの？なんでパイの実なの？後で？今教えてよ。
お前パチンコ行ったの？のんちゃん。マジかよ。スロット行ったの？勝った？うん、くそー。俺は左腕なくなるんだぜ。まあのんちゃんは左腕なくならないからいいか。お前パチンコ行っちゃうんだ。何言ったん？出た。700枚。投資は1000円。1000円で引いたの、うん、強っ。いつも1000円で出るの。なるほど。知らんけど、いらっしゃい。オールバックじゃないんだよ。おでこをちょっと出したらみんなオールバックって言うんだけど、オールバックにしてないのね。そんだけハゲたんだよ。でこ出してるだけ、オールバックじゃない。だって1回でさ、350枚出る。連チャンしたんだ。うん。かっこいい。だからそこやめたらいい。まあジャグラーとかそういう系は即やめだよね、出たら。どんだけ好きなんだお前は。違うの、生活の知恵なの。少ないお小遣いで頑張る。パチンカスだ、パチンカス。カイジはもっとやばいから。カイジ読んだことあんの？あるよ。面白いよね、うん、カイジはあれは漫画界ですごいいい作品だと思う。千冊握りしめていく。使っちゃう。東京って最低30万稼がないと底辺でもなんか住む場所じゃないよね、なんか23区。うん、なんかそう感じる最近。物価が高い。うん、物価はねそうでもないんだよ。家賃が高い。
りょうさんありがとう。パフェありがとう。でもここの家賃だったらよくない？ここでもね、成田ず3万ぐらいなんだよ。だってさ、いろいろ近くて便利だ。だからどこも行かないじゃん、俺。あ、配信9時、あれだ、なんかヒカルくんが原田さんのところで格闘技やるから。でも成田とかだったらさ、車とか必要じゃない？俺は車だから持ってなくても生活できたよ。不便だったけど。チャリで？チャリンコと原付き。あ、原付きであればいい。でも後半歩きだったな。もう始まってんだ。本当だ。池上さんフォーム良くなってる。ブロッコリーだね。相変わらず電波かな。後ろの人フォームめちゃめちゃいいな。誰だこれ、ヒカルくん。これヒカルくんっぽくない？またフォーム綺麗になってる。すげえな。ストレートめちゃめちゃ伸びてる。これやってるな、通ってるな。フォーム改良されてる。これ通ってるわ、配信外で。ヒカルくんのガードがすげえ高くなってて、さらに良くなってるもん。続けてはないと思う、ヒカルくんの性格で。また通い始めてフォーム改良されてる。すっごい伸びてる、右が。超いいフォームだよ。伸びてる、腰の回転で。ヒカルくんの線すごいよな。運動神経鬼だね、ヒカルくんは。超綺麗なストレートだね。超いい。ヒカルくん多分やっても勝てないだろうな。これヒカルくんだね、多分、一番奥。ほんとセンスあるよな。天性だよ、天性。これか、肩が使えてないのね。だからこうなっちゃう。ヒカルくんだ。腰が切れてない。誰だろうこの人。
いや、ハゲてるよ。お疲れ様です。久美さんいらっしゃい。メガホンありがとう。光熱費、家賃光熱費っつうか、なんだろうな、東京息苦しいよな。なんか東京息苦しいね。なんだろうね。多分この中で光くんが多分一番強いかな。あ、辰彦がいいのか。原田さん、辰彦、光くんかな。ちょっと見てえな、これ。下水道も取るよ。田舎ないんだ。へえ。上下水道取るのは普通だと思ってたわ。昔ね、うなんかうち井戸水だったの。したらそれね、ただだった。でも今ね、なんかメーターつけられてね、なんか上下水道代みたいな取られるの。いや、下ろすとね、余計なんか散らかしてるっていうか、隠してるみたいダサいんだよね。ヘンテコなガードっていうか、ピーカブースタイルは別にヘンテコなガードではないよ。インファイトするとき、普通のオーソドックスからインファイトするときはみんなこうなるから。こっからインファイトす、さら、超接近戦のさらにガード上げるんだよ。ここまで上げるのが普通だよ。ピーカブーは別にスタイルで、インファイトするときみんなこうなるよ。だから接近戦しかしませんって宣言する感じなんだ。俺はね、70キロから80キロの間だったらどれくらいでもいいって言われてる。だから俺は増量しないとダメだね、今回。減量したら、ダメ。相手が重たいから。だからスピードは遅いと思うの、多分。俺の予想なんだけど。軽量級になればなるほど速いのね。だからパンチのスピード、ハンドスピードだと多分有利だと思ってる。唯一。筋肉はつけない。いらない。ハンドスピードは絶対俺の方が速いんだよね。危なくないよ。だから手数で勝負じゃん。動体視力はわりかしいい方かもしれない。異常にパンチ避けんのうまいから。っていうかビビリなんだよね。グローブつけても変わんないよ。俺16オンスでずっと練習してるから変わんない。変わんないでしょ。変わんないよ。もうこれ慣れてるから。身長向こうが圧倒的に高い。10センチ以上高い。クモンリュウと俺、多分ボクシングルールだったら俺だと思う。キックルールだったら向こうの方が絶対強いと思う。まあ多分ボクシングだったら勝つと思うよ。パンチもらわないことはいいことなんだよ。直樹兄さん圧倒的有利だね。身長は。当たると痛いよ。強くなる実感がある感じかな。
ハンドスピードは結構速い方だと思う。まあまあ、その、もっと軽い階級だと本当に速いけど、そんなに遅くはないと思うよ、ハンドスピードは。ガードを高く上げるの向いてるとか向いてないとかないから、ガードを高く上げるのは基本だから、プロだったら絶対基本だから、ここに上げとくのは。前に出すか、こうやってやるのがピーカブーで、前に出すのがオーソドックスね。ドルさん、まあ強いよ。戦略的なのは、ぶっつけ本番で戦略はないのね。そうじゃなくて、試合って3ヶ月前ぐらいから決まるから、3ヶ月前に戦略を打って練習して、で、用意ドンって感じ。だから、試合中に多少の戦略はあるんだけど、まあ、ボディ狙えとか足狙えとか、そういうぐらいだよ。距離取れてねえって何言ってんの？インファイターだよ、俺。だから、その戦略は練習の段階で、そのセコンドの人と打ち合わせをして、もうやる感じ。で、俺はそれでピーカブーっていうのを選択した。要はその、徹底してパンチをこうかいくぐっていくっていうスタイル。上体振って。そう、的をこう絞って相手のジャブこうやってついてくるわけよ。背が高いから距離が遠いからこうやってやってくるわけ。それをこう的をそらしたら、これに向かこの動きに向かってこうやってやるの、ずれていくでしょ。で、散らして散らして入っていくっていう、こう前に行ってショートパンチ。いや、見てるよ今。ヒカルくんうまいよ。はい、こんにちは。腹筋もそうだね。腹筋大事だね。ショートパンチ打ってみろって何？今俺がやってる。あ、こういう動きだよ。ウィービングからフックね。こうウィーブして、その反動でこう打っていくっていう。ートストレートなんか ねえよ。そんなパンチねえよ。ステップインストレートと普通のストレートだわ。ショートストレートなんかねえよ。バカ。ストレートは相手と距離を取るパンチだわ。バカだろ。いいじゃん、お前が出るわけじゃないんだから。話になんねえわ。なんだ、ショートストレートって。脇が甘くねえだろ。フックの時ここまで上げてんだよ。どこが脇が甘いんだよ。ここまで上げてんだぞ、俺。ショートのパンチはフックとアッパーだよ。元プロの選手やったら、まあ勝てないよ。
プロテインとか飲まないよ。カエル飛びはね、結構使えるパンチとはあるね。ストレートは距離取るパンチっていうのは、遠くから被弾させるパンチと、インファイトっていうのはフックとアッパーしかないんだよ。バカだろ。お前、この距離のインファイトでどうやってストレート打つんだよ。プロでもいるか？この距離でストレート打つバカ。お前みたいなバカだよ。ササミっつうか普通に飯食ってますよ。そうっすね。俺は腕上げるっつうか、こう、ずっとこの状態を4分間キープするっていうのが、もう最低課題。で、このリズム崩さないのと、早く。俺インファイトだよ。俺インファイト。手打ちになっちゃってんな、ヒカル君。めちゃめちゃ疲れるよ。だって相手の距離感で10センチ以上も腕長いのにさ、どうやって左の差し合いで勝てるかよ。ストレートの勝てるか？勝てるわけないじゃん。じゃあお前ら俺より強いんだからリング上がれじゃん、捨て頃。口だけのやつと会話したくねえわ。出ればいいじゃん。状態が右に流れちゃうね、光るか。パンチ力あるな。リーチ差があるから、リーチと身長差はものすごいんだよ。例えば同じ目線だとパンチがこうなるでしょ。だけど10センチ顔が高いってこうなるんだよ。で、相手は上からこう落としてくんのよ、俺に。で、体重が上から落ちるパンチっていうのは重たくなるのね。もう下に打ち下ろすっていうんだけど、俺はその相手がその強打で来るから、それをかいくぐっていかないと、ガード高くしないと一発でバチンいくんだよ。からそのかいくぐっていかないといけない。あ、フックいいな。光くんフックファイターだね。フックめちゃめちゃ切れてる。強っ。光くんフック得意だね。めちゃめちゃいいフック。あれもらったらやばいぞ。強っ。右ストレートがちょっと雑だけど、フックが異常に強い。わかんない。喧嘩はまあ強くなるだろうね。なると思うよ、素人よりは。
そりゃそうでしょ。殴る技術磨くわけだから。またフック、ショートフック覚えた。光くん、早飲み込み。ロシアンフックからショートフックに切り替えてる、今。原田さんのアドバイス。コンパクトになった。痛いとかじゃなくて意識失う感じじゃない。お前に関係あんのかよ。お前に何の関係があんだよ。てめえで調べろ、バカが。ありがとう、リオさん。クール花火ありがとう。ありがとうございます。ありがとマーサーいらっしゃい。今やってるのは誰？アメジン。アメジン強くなってるよ。結構パンチ重いんだよね、アメジンは。フォームもだいぶ綺麗になったけど。いや、見なくていいよ、お前は。おう、ケイトいらっしゃい。楽しんでって。結構ガチでしてるね。ガタいいよ、アメジンは。だね、背骨がね、ちょっと曲がんない、その病気で、ちょっと、その猫背になれないのが不利なんだけど、普通にパンチ力もあるよ。ガタイもいいし。おう、夢助さんいらっしゃい。どうも。あ、でも光くんが抜群かな、この中では。異常に強い。
おお、コンビネワンツーワンツー早いな。また強くなってるアメージ。いい感じ。じゃあそろそろ俺行くわ。みんなお疲れ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。